はい、こんにちは、ピカです。今日ね、芝浦パーキングにね、軽トラ持ってきてます。我らがアクティですね。すごいな、これもう気に入っちゃって、取得を持ってこなきゃダメでしょ、やっぱり。あ、こいつ悪いな。ほら見て、一般車の駐車ご遠慮くださいのところに止まってやがる。でさ、これゲームだからね。いや、前回の動画でさ、これマジでガチで言われたからね、ガチでそこ止めんなっつって何考えてんだお前って、マジなコメント来たからね。すげえびっくりしたけど、はい。じゃあ今日ね、超リアルな軽トラで首都高をね、走っていきたいと思います。そして後半はね、ただ走っただけじゃつまんないんで、1266馬力のエンジン積んでね、最高速どのくらい出るかっていうのを湾岸やっていきたいと思います。じゃあね、まずはこの芝浦パーキングから出て、どんなハンドリングなのか走っていきたいと思います。はい、じゃあね、やっていきたいと思います。一速入れていくぞ。はい、でね、この首都高モッド新しくね、ちょベータ版ですけど出ましたね。なんだっけ、なんとか16ぐらいだっけ、16ぐらいだっけ、なんとか、あの最後の数字16っていうやつ使ってますね。去年の12月10日かな、出たバージョンですね。で、もうすごいね、細かいところがいろいろね、修正されてて、はい、ここ止まれのね、マークありませんね。教えてあげないと。はい。ちょっとね、ガスってる東京をね、走っていきます。で、なんかね、このバージョンになって新しく、よいしょ。このバージョンになって新しくね、渋谷線が走れるっていう噂があって、え、そうなんだと思って、渋谷線をね、行ってみよう。渋谷線に、なんかね、小刻みにハンドル触れるんだよね、これ。これ何なのこれ。まあ軽トラだからこんなもんか。あ、ちょっとこう、ずっと保持してればね。おお、軽トラめちゃくちゃいいハンドリング。あ、すげえ、全然変わったじゃん。なんかこのバージョンになって、なんか雪とかもできるんだっけ。雪景色も見れるかもしれない。あ、背が高くてすごいいいっすね。背が高くてとてもいいと思いますよ。はい。あ、ちょっとすげえフラフラしちゃってごめんなさい。他の車線に行っちゃうわ、他の車線に。うおー、すごい、東京タワーも変わってるな。ちょっとテクスチャーがね、随時アップデートされてて、お、全然違う、全然違う。テクスチャー超綺麗になってる。今日はね、ちょっとその増えたっていうね、渋谷線、3号渋谷線ね、向かいたいと思います。おお、東京タワー、よいしょ。はい、すげえわ、すげえわ。はい、すごい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 。おお、すげえ、ハンドリングすげえな、本当にめちゃくちゃリアルだな。ちょっときつい、ちょっときつい。おお、全然、すごいリアルになってる。ちょっと透けてたね今。はい、今ね、 YouTube 撮ってるとこ来ちゃうわ。 YouTube 撮ってるところ来ちゃう。 YouTube 撮ってるところ、みんなさ、首都高さ、マジで年末年始うるさかったわ。もう C1 走んなよ、静かに走ってよ、寝れないわこっちマジで、っていうね、クレーム入れとこうかな。特にこのトンネルの出口、ここめちゃくちゃ響くからさ、うちに。やめて。はい、これ渋谷線行けんの。お、行ける。おお、すげえ。おー、すごい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 。あ、めちゃくちゃリアル、このコーナー。うおー、あ、ヒルズ見えた、ヒルズ。わー、すごい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 。え、これどこまで行けんの、渋谷まで行けんの、ひょっとして。やばいね、これちょっと。いや、この車ちょっと背が高すぎて、あれだな、なんか、ちょっとおかしなことになってるけど。いや、いいじゃん。あー、なんかすごいリアルだわ。軽トラ乗ってるわ、俺。あー、いいね。
あ、すごい。お、渋谷のビル群が見えてきた。ちょっとね、モデルが古いんだよね。はい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 。高木町まで来れる。うわ、めちゃくちゃリアル。このぐらいの感じ。いや、ここはね、結構しょっちゅう走るから、まあ、こんなに空いてることないけどね、ここね。はいはいはい、青山のねところからいや、ちょっとこれ物足りんな、スピードが物足りんな。おお、青山トンネルだっけこれは。青山トンネル。おお、青山トンネル、超リアル。何これ。おお、こんなとここんなスピード走れない。はい、渋谷来ました。おお、渋谷。おお、渋谷来たわ。すごい。まあ、建物そんなにね、まだ、まあ、ちょっとね、なんだっけこれ、なんとかホテル、左側ね。はい、渋谷の出口。あー、すごい。はい、右側道玄坂ですね。あ、渋谷で強制的に出される。渋谷で出される。あ、渋谷出されて、何これ。え、どこ行くのこれ。え、一般道来た。え、これなんだっけ、ツタヤに行く。え、ツタヤに行けんのこれ。え、これ、あ、 U ターンね。あ、ここでね、ツタヤ行けないな。ツタヤ行けない。え、道玄坂方面も行けない。あ、こっから乗れってな、渋谷の入り口。いや、初めて来た、マジで。はい、すごいわ。700円と、いや、今値段だいぶ変わったよね。はい、じゃあね、ちょっと辰巳に行ってね、エンジン乗せ替えますね。いよいよ最高速やってみたいと思います。はい、やっていきます。1266馬力のエンジンを積んできました。これでね、何キロ出るかっていうのをやっていきたいと思います。スピードメーターね、ここの上に出しておきました。これでやっていきたいと思います。おお、クラッチが滑るんだな。やっべ、早くね、やっべ、早くね、これ。ちょ、待って、ゼロ加速したい。ブレーキ効かね。行くぞ。あー、クラッチが滑っちゃってる。うわー、速い。何これ、300キロ出た。お、こっからすごい抵抗が。320キロ前回にしても330。あ、空気抵抗すげえわ。空気抵抗すげえ。351。あ、ちょっとパワーバンド乗ってない。ちょっとギアギアりすぎたかな。うおーはーい、え、なんだこの系。うおー、いけ。あー、これはいい。ブレーキめっちゃ効く。曲がる。
こっからが本当なかなか出ないね。いや、変えた方がいいか。まあ大丈夫か。いや、めちゃくちゃ過去最強に安定してるんだけど、まあでもスピードはそんなに速くないか。330。うおーうおー、すごいわ。直進安定性すげえ。いやー、3と4が離れすぎてる。うわー、ちょっと待てよ。いけるぞ。あーあーあー、危ない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 、ちょっと待って、ちょっと待って、危ない。危なかった。何今の。いやー、ちょっとダメだね。ギア比変えてくる。ギア比変える。ちょっとね、ギア比を変えてきます。はい、ということでね、ちょっとギア比変えてきました。ギア比を変えてやっていくわ。すげえ速いな、これ。いけ。あれ変わってねえな、ギアギ。変え方がちょっとわかんねえな。いけ。何キロ出るかな。ここで300。おお、なんか息つくするぞ、息つくする。351。あー、危ない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 。いや、もうちょっと一瞬。あー、おほほほほほ、危ねー。なんだなんだなんだ、今のなんだ。いや、3と4離れすぎてる。よいしょ。慎重に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 。よし。ものすごい勢いでね、スピードが落ちる。だから空気抵抗がものすごいあるってことなんだろうな。いや、これもう、これすごい、もうガラス割れるんじゃねえの。ガラス割れんじゃねえの、これワンチャン。うわ、ほら、もうちょっとアクセル戻すだけでもうすぐにね、200キロ台に行っちゃうもんね。ほら、ほらほら、もうブレーキかけてないんだよ。ブレーキかけてなくても、これブレーキかけてなくてこの勢いで減速していくもん。すごいな、空気抵抗って。やばいやばい。あー、クラッチ滑っちゃう。いやー、ちょっといろいろいじるとかあるな、まだ。よーし、夕焼け、夕焼け、あ、もうすごい、もうすごい蛇行する。まあ300キロ出てるだけでもやばいよね。いや、だから300キロ出すのに多分まあ800か900馬力いるよね、この形だと。やっぱり空気抵抗ってすげえな、本当に。あっ、
待って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 倒れないで倒れないで危ねえ。慎重に慎重に慎重に。よし300キロ出た。300、320。ああ倒れる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 。危ねえ危ねえ。ちょっと待ってちょっと待ってちょっと料金所料金所今はなき料金所。おお。さあここからね。最高速チャレンジしていくぞ。よし、こっから全開。一気に200、300から50キロぐらい落ちちゃうね。40キロぐらい落ちちゃう。さあ4速入ってこっから最高速出していくぞ。最高速やばい。あこの辺で汽車変わったね。ちゃんと工場ができた。あ変わってる変わってる。なんか351に最高速更新。355 56。うわー55。あこれで落ちちゃうんだ。あーもうダメだ。355キロが最高速だね多分。なんか不思議な光景じゃない。これなんか不思議な光景だよね。なんか早回ししてるみたい。すげえ綺麗になってる。変わってる。あ、横浜方面がすごいなんかね綺麗になってる。このバージョン。お、なんか行き着きするの。横転して飛んでっちゃった。あどこに来た。戻った。なんでこれ浮いてんだろうな。タイヤ浮いてんだけど。まあ思い気にしない方がいい。思い気にしない方がいい。ちょっといろいろある。はい、やってきましたけどね。いかがだったでしょうかね。あのねまあ K はさ本当にこのね全面投影面積もでかいしやっぱり空域的にあんまり良くない。おかしいよね言ってること。なんか言ってること俺おかしくね。つまり最高速出すには危ない。 K に1266馬力のエンジンを積んだら危ないっていうね。当たり前の結論出ました。はい、またね1個やってくんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。